朝日朝日は長野市北東部の地域。本校ではかつておむね同地域に所在した上見の地群、朝日村についても述べる。地域北部を長野電鉄長野線、中央部を国道18号、南部を長野県道58号長野須坂インター線が東西に走る。地域南西端を千曲川がかすめている。周囲は 以下の地区と接する、長野市街地から5トルほど離れており、駅周辺や幹線道路沿いは、宅地、商業開発が進んでいるものの、特に東部においては依然として、農地の多く残る地域である。石綿は、旭日地域中央部の地区、大浅。郵便番号は38、381-0015。地区北端を、長野県道374号北長野停車場。 中田線が東西に走り、地区中央部を長野県道372号山歳大津島中五所線が南北に走る。周囲は以下の大技、町と接する。地区内はほぼ宅地化されている。また、地区中央部を東西に走る東部幹線、運動公園通りの開通により、その沿道に近年商業施設が立ち並ぶようになった。地区南東部は、 富士通長野工場の敷地で占められている。地区内の人口及び世帯数は1011世帯に576人平成26年4月1日現在。地区内に鉄道は通っていないが、地区北部では長野電鉄朝日駅、南堀、地区東部では長野電鉄付属中学前駅、南堀が利用できる。 地区東端の運動公園東停留所から、超電バスの以下の路線系統が利用できる。地区北部では、長野県道374号北長野停車場、中又線を走るぐるりん号の以下の路線系統が利用できる。北尾張部は、日市域中央部の地区、大和。北長池は、日市域中央部の地区、大和。郵便番号は38、381-0025。 地区南部を長野県道58号長野須坂インター線 MA 部大通りが南北に走り地区中央部を長野県道372号山歳大津島中五所線が南北に走るまた地区北東部を国道18号がかすめている周囲は以下の大技町と接する地区の大部分は農地であり集落は地区北西部に固まっているほか、 地区北東部の国道18号沿いには、住宅地、地区間住宅地が開発されている。地区南端には1998年、平成10年の長野オリンピックに際して、スピードスケート会場、エムウェーブが建設され、北側に隣接して11階建て4棟からなるメディア、村、プレス用宿泊施設が整備れた。メディア村は現在長野県住宅供給公社の、 団地として共用されている。長池という地名の由来は、南長池内容を参照。地区内の人口及び、世帯数は、1029世帯に、694人、平成26年4月1日現在。地区北部では、国道18号を走る、超電バスの以下の路線系統が利用できる。地区中央部では、アルピコ交通、 川中島バスの以下の路線系統が利用できる。地区南部では、MW 大通りを走る、超電バスの以下の路線系統が利用できる。北堀は、旭地域北部の地区、大和座。郵便番号は、381-0005。地区南端を、長野電鉄長野線が、東西に走り、南堀との境をなす。地区中央部には、 長野県道372号3歳大津島中五所線が南北に走る。周囲は以下の大技、町と接する。地区西部北東部にかけて宅地化されているが、地区南東部は農地で占められる。南堀との境にある長野電鉄朝日駅は、駅本屋、出入り口こそ南堀川にあるものの、小規模な駅前商店街は北堀川に形成されている。 地区内の人口及び世帯数は1035世帯に582人平成26年4月1日現在長野県道372号三歳大津島中五所線を走るグルリン号の以下の路線系統が利用できる桜新町は日地域中西部の地区南堀は日地域北部の地区大和。郵便番号は381-0016 地区北端を長野電鉄長野線が東西に走り北堀との境をなす。地区南端を長野県道三百七十四号北長野停車場中俣線が東西に走り、地区中央部を長野県道三百七十二号三彩大津島中五所線が南北に走る。周囲は以下の大技町と接する大胸県道三百七十二号を境に西側に 住宅地が広がっており、東側は農地が多い。この農地の中に、東証一部上場のキノコメーカー北斗の本社ビルが、そびえる。地区南東部の長野電鉄付属中学前駅を取り囲むように、新州大学の付属所中、特別支援学校の高地が広がっており、その南側に、新興住宅地が開かれている。地区内の人口及び、 世帯数は1147世帯に721人、平成26年4月1日現在。長野県道374号北長野停車場、中又線、長野県道372号三歳大津島、中五所線を走る、ぐるりん号の以下の路線系統が利用できる。八島は、朝日地域南部の地区、大和。郵便番号は、 381-0021。地区東端を地区間川が流れる。地区中央部を長野県道58号長野須坂インター線 MA 部を通りが東西に走る。周囲は以下の大技、町と接する。大部分が農地で占められており、集落は地区北部の北屋島と地区中西部の南屋島がある。屋島としての歴史は比較的浅く。 江戸時代に、高江郡福島村、原須坂市の神殿として開発された福島神殿、福島神殿、イコール玄北、八島と、高江郡面内村、原長野市若穂面内の神殿として開発された、土屋坊、土屋坊イコール玄南、八島に、北長池村の一部を合わせて、1886年、明治19年に、上美の地郡八島村として成立している。なお、 現在では、福島、面内は共に千曲川の対岸に位置するが、千曲川の流路が移り変わる中で分断されたと考えられる。地区内の人口及び世帯数は以下の通り、平成26年4月1日現在。地区北部、北屋島では、アルピコ交通、川中島バスの以下の路線系統が利用できる。地区南部では、M ウェブ大通りを走る。 超電バスの以下の路線系統が利用できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。